紹介するワインは南フランスのラングドック地方ドメーヌ・レ・サボテレーヌ・コルビエルのワインをご紹介いたします。なんですが紫がかった深みのあるルビ色です。粘性が中程度でややラルームも見受けられます。ディスクは軽めです。香りは野生のブラックベリーカシスや少しトマトの香り、そこからインクやスパイス、アルコールの香りもします。味わいですが、最初のアタック印象ですが酸味が小さく感じられてタンニンがスムーズに口中に広がります。アフターにややスパイス感を残すミディアムな赤ワインです。はカリニャン酒 100% です。相性のいいお料理ですがハンバーグのデミグラスソースが合います。おいしい。